2000年、ちょうど当時、ほら、オンザイッツにいらっしゃった堀江さんと一緒にやらせていただいたんですけども。IT ベンチャー界のマジで、ちょっと本当に、ど真ん中にいたすごい人、去年夏ぐらいまで CEO をやってらっしゃって、突如いなくなり、で俺、突如いなくなりって嘘だと思ってたら、本当突如いなくなったらしくて。いや、ちょっと困りましたね、今日は。100時間ぐらいかけないと、全貌がつかめないのではないか。2020年までベンチャーキャピタルやって、17ライブの CEO になられたんですよね、その後。そうですね、まあ、お金という数字で数字を膨らまし続けるという、この、まあ、ゲームのようなものっていうのが、果たして本当にその、まあ、人類の幸せのためにはどこまで役に立つんだろうかっていうことに対する違和感、不幸に感じる人だとしては、生むことに加担していた。例えば、残り200万。というのを目標に立てたときに、200万到達した瞬間、おそらくまた新たなモットーが生まれるんですね。ここに到達しないときの、そう、今の自分とのギャップというものが、自信を失わせることになる。これが、精神的に見ると、人を不幸にしかねない。好奇心を発露させて、楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら、今私たちが資本主義と呼んでいるような社会制度とかっていうのができてしまっただけなんじゃないかっていう、辿っていくとどこにその問題の出発点があるんだと思われますか？無題。この番組はアイディアもなければ内容もない。そして、もはや潔く題名まで取り去ってしまった雑談番組、無題です。この番組では、題名すらない無の境地に、心をひっそりと沈めながら、世の中を静かにひっくり返そうとされている怪しげな皆さんをお招きして、世界と自分と生活と精神について語っていこうと。いう、そんな得体の知れない YouTube 番組です。今日はそんな得体の知れない YouTube 番組にふさわしい得体の知れないゲストの方にお越しいただきました。私もまだその全貌をつかみきれていない。ただ、前世では資本主義の番人のようなことをされながら、なぜか突然出家されて、現在は得体の知れない笑みを浮かべながら、ネットの海をさまよっていらっしゃる、小野隆光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今の紹介は 55% ぐらいは合ってますでしょうか？まあ、何者でもない人間というふうに皆様にお伝えしていて、本当に文字通り何者でもないので、そんな、非常に大層にたくさん言葉を述べていただき、むしろありがたい限りでございます。ということで今日は、無題と何者でもないものの対話という、もうどこにも行かないことが確定しているのではないかという雑談を繰り広げてみたいと思います。そこに加わっていただくのは、最近無職になられた、リハックマさんです。はい、無職で。もうこの頃には仕事ちゃんと始まってると思うんですけどね。この起業した会社と、あと、卑怯にも正社員を掛け持ちしようとしてるんで、大丈夫と思うんですけど、よろしくお願いします。で、小野さん、ね、資本主義の番人とおっしゃってましたけど、あれですよね、17ライブって何ですか、知ってんすか？はい、一応存じ上げてます。17ライブの、だ2020年、去年夏ぐらいまで CEO やってらっしゃって、突如いなくなり、で、俺突如いなくないって嘘だと思ってたら、さっき17ライブの社員に聞いたら、本当突如いなくなったらしくて。で、その前も、まあ、東大卒業した後は、あれですよね、ジモティとか、なんかな、いろいろな、あと他に何でしたっけ、グルーポンとかの立ち上げにこう、ベンチャー投資家とかアドバイザーとして携わったりとか、まさに IT 業界のすごい経営者だったんですけど、いきなりいなくなって、しばらくして、なんかお見かけするなと思ったら、なんか、出家なさっていたって感じのあれなんですけど、成田さん。いや、ちょっと困りましたね、今日は。1時間ぐらいの番組を想定していますが、100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではないかと。つかめないです。どっから行きますかですけど、どこら辺から行きますか？別に一番実は興味があるのは、これなんか、もともと東大の大学院の生物科学専攻にいらしたんですか？そうなんですよ。まあ、そういう意味では、その前世、
IT の業界とは全く違う世界におりまして、当時は分子発生学という学問だったんですが、まあ、我々、まあ、何兆個かの細胞で今出来上がっていますけれども、最初、まあ、一つの細胞、精子と一つの細胞、卵子が合わさって、また一つになって、それは2、4、8と分かれていく中で、まあ、あるものは脳に、あるものは手にと、まあ、分化していくと。で、最初にこの脳神経系を作る、その指令を出している遺伝子は誰だと。そういったことをやっていたのが大学時代の研究でした。ずっと大学時代はその生物学とという感じで、生物学の研究っぽいことをずっと修士までされてたんですか？そうですね。ただ、まあ、修士2年間のうちの後半1年はですね、そこで出会ってしまったコンピュータープログラムに放けていて、研究室にはいるんですけども、インターネットをただで使うためだけに研究室にいたような、そんな不良学生でした。ああ、なるほど。じゃあ、当時、インターネットの黎明期っていう感じですか？そうですね、90年だろう。98年、9年ですので、まあ、まだ家に帰ると、ダイヤル回線というですね、ピーヒョロホーと、音を鳴らして、1分あたりにお金を払わないとネットができない、しかも遅いという時代だったので、まあ、大学にいるとそれが無料で早い回線をつなげられると、そういう時代でした、ね。それでそのコンピューターとネットと出会われて、これはやばいってなって、もうそのままその業界に入っていかれるっていう感じだったんですか？そうですね。当時特にまあ、i モードってご存知、はい。99年の2月にドコモさんが作った、まあ、今の iPhone の、まあ、元祖みたいなものですよね。これに出会って、自分でその i モードのサイトを作り始めたあたりから、あ、これは面白いことが起こるに違いないということで、すっかり、まあ、約20年間ぐらい、まあ、インターネットの世界に入り込んでました。当時はやっぱり日本のインターネットとか i モード的なものはやっぱこう世界の先端っていう感じだったんですかね。そうですね。まあ、当時は私もまだ20代ですし、世の中のことなんて、まあ今も全く分かってないっていうことが分かり始めてますけれども、まあ単純にその自分が、まあコンピューターの前で線に繋がれていた端末で遊んでいたこの世界と繋がるインターネットがどこにいても手のひらでできるということに、ただただ感動を覚えて、まあ何かすごいことが起こるんじゃないかということで、まあその業界に入ったという感じですね。で、その最初はどういう授業をやり始められたんですか？一番最初はですね、まあ当時まあ実は恥ずかしながら、その生物学の研究室から就職をするという人間がほぼいなかったので、まあ知識もなくて、とりあえず出会った IBM という会社に入っていたんですけれども、夜な夜な会社から帰って家で自分で、まあ、i モードサイトを作って遊んでたんですが、まあ当然1円にも儲けにならないですし、当時でサーバー代月に5、6万円かかってたんですね。で、これを、まあ、昔の言葉で言うと、前世で言うと、マネタイズですか。まあ、収益化したいということで、まあ、たまたまサイバーエージェントの人間に会って、で、結果的にそのサイバーエージェントグループの会社に自分も入ることになったんですが、その中でやったことといえば、当時の自分のように、自分で i モードサイトを作っている人たちに広告バナーを貼らせて収益化させる。まあ今で言うと当たり前のことですけども、そんな事業を立ち上げたっていうのが、当時でした、ね。それが何年ぐらいですか？これはまさに2000年。ちょうど当時もさ、オンザイッチにいらっしゃった堀江さんと一緒にやらせていただいたんですけども、2000年に立ち上げました。あ、じゃあ、サイバーとオンザイッチが一緒に仕事をしてた時代に、その中にいらしたってことですか？あ、そうですね。私はそのサイバーエージェントグループの子会社、出来上がったばかりの子会社、の人間という形でありましたけども、まさに堀江さんと一緒にミーティングを何度もして、そういった事業を立ち上げたっていうのが当時でした。CA モバイルの第1号社員ですよね。あ、そうですね。当時 CA モバイルという名前で、今、キャムっていう名前に変わってありますけども、ね。ちなみに、そう一応補足とか、前世ってあれですよね。出家前のことですよね。出家前です。はい。神秘学的な話ではなくて、はい。ただ単に20年ほど前の話。ちなみに当時、その、サイバーエージェントと音材師と両方見られてたわけじゃないですか。はい。その後、あの二つの会社が、こういう歴史を辿るって予想されたりされました。そんなことは、未来はまだ来ぬですので、当時も今もわかりませんけれども。ただただ、やはりその、自分もそうでしたけれども、その、インターネットっていうものが、生活のあり方だとか大きく変えるというのは、なんとなくイメージはしてましたし、おそらく当時から、今、あえて、藤田さんはおっしゃってないかもしれませんけれども、電通を抜くような会社になる、テレビを追い抜くような世界が来ると、今まさにそうなってるわけですけれども、当時からおっしゃっていたっていう記憶がありますね。サイバーエージェント当時のビジョンを、オンザエッジに比べるとゆっくりとしかしなんか確実に実現してるっていう感じなんですかね。
そうですね。ずっと言ってらっしゃることを、まあ今あまり直接聞いてるわけではないですけども、若い力とインターネットで、まあ未来、世界を変えるってことを、今もまさにやり続けてる会社じゃないかなというふうに、方から見てますね。しかもなんかすごい早い段階から、そのサイバーテレビ、藤田テレビみたいなものを作るっていうことはおっしゃってたんですよね。そうですね。常にもう当時からメディアを作るということは、ずっと行っておりましたね。まあそれはビジネス上も、単純にその、まあ、利益率が高いという意味もそうですけれども、やはり目指していたのは、テレビを超えるようなメディアがインターネットから生まれるっていう考えは、当時から藤田さん持ってらっしゃったと思いますね。で、一方のその、オンザエッジ側、ライブドア側については、それも2000年前後にお仕事されてて、この勢いで行ったら大変なことになるんじゃないかみたいな、なんかドキドキ感とかと終わりになったりされました。本当当時はですね、まだ知り合いの、ウィンズ系は、ウィンズのすぐ横にあるビルで、まあ、そこまで大きな会社というイメージもなく接していたんですよね。まあ、堀江さんも普通のミーティングに出てらっしゃるような、まあ、私のように入りたてのペーペーの社員とのミーティングに出ていらっしゃるような感じでしたので、もちろんメディアには取り上げられてはいましたけれども、特にそういったなんか、いけいけみたいな形ではなく、まあ、頭の回転もものすごい早いですし、行動力もすごくあって、すごい人だなと。そう、ただただそれだけで見ておりました。でも、堀江さんとか、ライブドア的な存在が、そう、そのインターネット業界のすごく仕事のできる頭の回転が早い集団から、社会変革集団みたいになったのって、どっかはっきりしたきっかけがあったんですかね。どうでしょうね。まあ、多分、野球球団を買われようとされたあたりですとかから、だいぶそのメディアの中での存在ですとか、もう変わってきたのかなと。その頃には、自分自身も堀江さんとの直接の接点っていうのはほとんどなかったので、その頃の様子は存じ上げてないんですけれども。ちなみに、これはもう前世の話だと思いますが、その、ライブドア的な存在がああいう形で潰されてしまったことっていうのは、日本の IT 産業の成長とか可能性みたいなものに対して、すごい大きな影響を与えたと思われますか？やはり当時、実際にベンチャーを目指すですとか、あとは起業するということに対して、一時的にもそうですし、実際、まあ株価のマーケットもそうでしたけれども、非常にその後ろ向きになった時代は生まれたなと感じておりまして、その影響は、やはり、否定できないんではないかな、というふうに感じてますね。なんかさっき最初にその i モードみたいなお話が出てたじゃないですか。はい。で、なんかあの時代って、ちょっと今からは信じられないような時代だなと思って、なんか前に YouTube で古い動画とか見てたら、アメリカでとある、ユーザーインターフェースとかに関してすごい有名なレクチャーがあって、で、それが、その2000年前後の一番、こう、カッティングエッジな、インターフェース、UI、UX 周りのテクノロジーの、こう、なんかサーベイみたいなのをしてたんですよ。で、その中に結構中心的に出てきてるのが日本の話で、で、日本に行くと、携帯電話、ガラケーですよね。はい。ガラケーにお財布がつながっていて、で、それを自販機にかざすと、なんとジュースが買えるんだっていう話をしてるんですよ。で、そんなことができる国が世界中に一個だけある。それは日本だって言って、なんか日本まで出かけて行って、その機能をなんか実験して、で、当時なんでいろいろバグがありまくって、ジュース一本買うためになんか15分くらいかかったりするんですよ。だからなんかそんなことができるっていう日本すごいみたいな話が、なんかその90年代後半ぐらいは普通に世界で話されてた時代だったんだなっていうのを、なんかその動画を見て知ったんですよ。で、なんかその時代から今に至るなんかこのモバイルインターネット産業における日本の地位みたいなものを考えると、なんかなんでここまでダダダダダダッと落ちちゃったんだろうって感じはするじゃないですか。おっしゃる通りですね。当時私もまあ、CA モバイルっていう会社やらせていただいていて、実は中国に進出をして、結果的に2回失敗したんですけども、当時は発想としては日本でこれだけ流行っている、まだ、まあ、もちろん1億人すら、i モードユーザーいなくて、まだ1000万人とか2000万人で騒がれていた時代ですけれども、これが10倍の人口を持つ隣の中国で必ず起こるであろうと。でもまだ当時早すぎたんですが、でももう、あっという間にもう完全に逆転されてしまってますよね。でもそれは、その中にいらした立場からされると、なんかはっきりした原因みたいなのが終わりになると思われますか？つまりそれは、何かこう、人口動態みたいなもう変えようがなかったものがすごく大きな要因としてあるのか、
それとも何か日本国内のカルチャーみたいなもので、そのちょっとラディカルすぎるライブドア的な集団とかっていうのをなんか潰しちゃうみたいな問題っていうのが、なんかみんなのアニマルスピリッツみたいなものを殺したっていう感じが終わりになるのか、それとも何か他の技術的な何かみたいなものがあるのかとか、なんか そのあたりってこう何が一番大きな要因だと思われますか？まあ、なかなか一つの要因にっていうわけにはいかないと思っていて、まあ、端的に言うと、やはりそのアメリカにおいて人的資源、まあ、質も量もという言い方相手しますけれども、っていうのが圧倒的に特にインターネットにおいて勝っていたというところなのかなと。ですので、まあ、動きとしては確かに日本早かったとは思うんですけれども、マーケットの規模だったり人材も含めて、アメリカに入ってこられると、それはもう追い抜かれて叱るべきで、して、その後は中国も、同じようなことに、まあ、なった、追い抜かれた。もうこれ必然だったのかなというふうには感じておりますね。それ以前の、例えば1980年代とかに日本が半導体産業とかで無双した時期ってあったわけじゃないですか。はい、そうですね。あの時期はやっぱり日本が人口もガンガン伸びまくってる。で、その人たちもすごく豊かになっていて、国内市場もものすごく潤っていて、で、人材の供給みたいなものも国内だけでも相当賄えたっていう、たまたま運が良かった時期だった。そんな感じの認識ですか？そうですね。まあ、その時代に実際にビジネスをやっていた人間ではないので、あくまでも本のレベルですけども、そうですね。まあ、やはり、まあ、すべてが、まあ、今の立場からすると、まあ、成長カルト宗教にみんなが信じきっていて使っていて、かつ教授を受けられていたっていう時代だったと思うんですけれども、その後、今の時代そうだと思うんですけれども、その神話がもう、みんな崩れ始めてるのに、徐々になんか実感をしつつあるような時代にやっぱり変わってきた、この数十年間、30年間ぐらいなんじゃないかなっていうのは印象は持っておりますね。それで、そのサイバーエージェントの中でお仕事をされていて、で、そこからまた ご自身の事業を起業されるっていう感じになるわけなんですか？はい。そうですね。2000年から2008年まで、そのサイバーエージェントグループで働かさせていただいて、その後独立をしまして、まあ、ベンチャーに投資をするという、まあ、ベンチャーキャピタルというお仕事を独立して始めたっていうのが、2008年から、まあ、2020年までやっておりました。じゃあ事業側からこう投資側に回らずっていう感じなわけですね。そうですね。ただ、まあ、若干、まあ、少し特殊かもしれなかったのは、その、ベンチャーに投資をするっていうこともやらせていただいたんですが、まあ、自ら会社を立ち上げるっていうことも、まあ、機会ありまして、いくつか、まあ、先ほど少し述べていただきましたけれども、何社が立ち上げをやらせていただいたっていう経緯もあります。まあ、ジモティがまさに、ゼロから、まあ、代表もやらせていただいて、会社の登記やサービスやら、ドメイン取るところですとか、あとグループオンもそうですね、友達のヒロトさんという方と二人で立ち上げようというところからスタートしてメンバー集めたりですとか、ああ、やったり。IT ベンチャー界のマジでちょっと本当に、ど真ん中にいたすごい人、ちなみに、なんでちなみにでもそのサイバーのところで8年働いてそんなにベンチャーキャピタルやるほどお金があったんですか？お金はなくてですね、すべてそのベンチャー投資っていうのは、いろいろな会社に営業しに行って、ゼロからベンチャーキャピタルというものを始めるので、出資いただけませんかっていうのをして断られまくりながら、なんとかお金を集めてスタートしたと。結構 VC 黎明期ですか？じゃあまだ。そんなに VC がいっぱいある前の。はい。完全に黎明期で、まだ独立系と言われる、そのいわゆる銀行の母体だとかの VC しか存在がほとんどしてなかったような時代で、ベンチャー投資ってこと自体もそんなにもまだ日本では盛り上がってなかった時代になりますね。すごいな。歴史的な価値あるな。なんか発言の一個一個に。そっからこう2008年に始められて20年ぐらいまでとおっしゃってました。はい。そうです。そうそう。もうその時代ってこうに日本における VC 投資みたいなのがぶわっと一気に花開いた時期ですよね。おっしゃる通りですね。はい。でそうするとその おやりになられた VC 事業もやっぱすごく軌道に乗ってうまくいったっていう感じなんでしょうか？そうですね。まあ、端的に数字、まあ、ファンドなので、例えば、10億、もしくは100億を集めさせていただいて投資して、それが増えるか減るかということで言うと、増えたという意味では、まあ、成功という当時の言い方では言えたのかもしれません。どれくらい増えたんですか？制限があるので、言えないんですけれども。失礼しました。はい、結構でも大成功。
まあ何をもって成功か。今思うと逆にそれはまあ、よからぬことをしていた自分というふうに今感じているので、あまり自ら語ることはしてないんですけど。面白いですね。何がよからぬことなんですか、それは。端的に言うとですね、まあみんなのドーパミンを燃やし続ける永遠のラットレースにみんなは走らせ続けていて、そこで不幸な人をたくさん生む。もちろん幸せになっている人も、その人次第、捉え方次第なんですけども、不幸に感じる人を結果としては、生むことに加担していたという言い方でしょうか。めちゃめちゃ興味深いので、多分そういう風になったきっかけまで一回行ってから戻るのも面白いかなと思って、そうなると2020年までベンチャーキャピタルやって、17ライブの CEO になられたんですよね、その後。そうですね。まあ、少しそこもご説明させていただくと、もともと17ライブという会社は台湾で生まれて、2015年に生まれた会社で、そこの、まあ、一番最初の投資家として、私が、まあ、いた、ベンチャーキャピタルから出資をさせていただいたという経緯なんですね。で、その後、その台湾の会社が日本に進出していきたいという相談が、まあ、当時の株主である、我々のところに来たときに、まあ、小野は、その、まあ、いろいろな会社の立ち上げを日本でやってきているので、まあ、お前が、代表をやって立ち上げてくれというようなことを、まあ、当時酔っ払った席で言われてですね。まあ、じゃあ、わかったみたいな。それで、もう翌日に会社を作ったみたいなのが、日本における17ライブのスタートでしたね。すげえなぁ。何さん、なりますか？それで、何年ぐらい17ライブをやられてたんでしたっけ？ 17 ライブは日本で2017年に立ち上げて、で、2022年の8月まで代表、まあ、日本の代表と、あとその後、まあ、グローバルの代表もさせていただいたんですけれども、やっておりましたので、2017年から2020年までは、まあ、17ライブの代表兼、その、まあ、ベンチャーキャピタルファームの代表というので、まあ、二足のわらじで当時、やらせていただいていたという経緯があります。その間結構17ライブって右肩、僕もお仕事軽くかすって、いろんな方とお付き合いさせていただいたんですけど、まあ、社会的にはライバーっていう言葉が生まれたり、まあ、ショールームとこう競いながらですけど、投げ銭文化みたいなの生まれたりとか、いろいろこう社会現象とか、あとタレントも17ライブから出てきたりとか、結構社会、エンタメ界隈では相当なこうインパクトありましたけど、事業も成長、右肩上がりだった感じですか？まあ、いわゆる売り上げの数字っていう意味では、おかげさまで非常に伸びたと思います。どんくらい、小野さんが辞めたときはおいくらでした、売上の規模って。公開できるのかな、公開多分できないと思いますね。あ、ただ非公開なんでしたっけ、17ライブって。非公開でなりますね。ただ、自分自身でも今まで手掛けたビジネスの中では、まあ、数字の規模だけで申し上げますと一番大きかった。そうですよね。かなり世の中のこうプラットフォームとしての認識が強い。そこで、だから、前世では、それが悪いことだってさっきおっしゃってましたけど、17ライブでどういう思いで17ライブの経営やられて、それがなんでこう否定自分でするとか、あるいは出家するに至るんですか、そこは。そうですね。まあ、そこと出家とダイレクトにっていう必ずしもわけではないんですが、17ライブ、まあ今もそうですけれども、どこにいても、その仕事を作ることができる、個人の力だけで、どこに住んでいても、まあ、何者でもなかった人でも、スマホ一つで仕事を作ることができるし、他の人を、まあ、ハッピーにすることができるという意味では、ものすごい価値のある事業ですし、サービスだと思います。一方で、その、まあ、価値、その、なんでしょう、よからぬことという言い方をしたのは、特に、まあ、あえて言うと金融資本主義の部分かなと思ってまして、数字の成長というのが常に是とされると言いますか、永遠に数字が伸び続けることって、本来物理法則的にはないはずなんですけども、それが是とされている世の中全体ということ、まあ、投資家としてはその世界にいたわけですけども、伸びることを期待されてますし、伸ばすことも仕事でしたし、伸ばせというようなこと、プレッシャーも与えるという会社員ですね。そういう仕事をしていたわけですけど、ここに関してはやはり、なんて言うんでしょう。ある種、間違いとは言いませんけれども、人々を場合によっては狂わせる。ということに加担していた自分もいましたし、自分も自分自身が狂っているということに気がつけない、むしろその誇っていた自分が生まれていた。これは少し今から思うと、悲しいことだなというふうに見ております。でもその問題は、
昔から気になっていて、その問題の根源は資本主義とか、あるいは金融市場みたいな、仕組みとか制度の側に問題があると思われますか？それとも、どちらかというとその人間という動物の中にある欲望とか好奇心みたいなもの、そちらの側が根源なんだと思われますか？どちらが、こう、鶏でどっちが卵なんだろうって昔からすごく気になるんですよね。で、特に、資本主義、批判的な方々ってのは、いわばこっちのその制度とかシステムの側というのが、その人間の元々は大して存在してない欲望を無理やりにこう増幅させて、そのラットレース的なものを作り出してるんだっていうストーリーを語りたがると思うんですよ。でも、その歴史を振り返ってみれば、その資本主義的な仕組みっていうのは、まあこう、比較的ここ最近整備されてきたものなわけですが、もしかしたら、その根本的には人間っていうのは、その汲めども尽きぬ欲望と何か新しいことを試してしまいたいという好奇心を持ってしまっているのかもしれない。で、その好奇心のためなら、自分の命をリスクにかけることも厭わないし、人を傷つけてしまうことも厭わないような動物であると。で、その好奇心を、こう、どんどんといわば発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら、今私たちが資本主義と呼んでいるような社会制度とかっていうのができてしまっただけなんじゃないかっていうストーリーもあり得ると思うんですよね。で、これを何かこうデータとか資料に基づいて検証するのは難しいと思うんですが、なんか小野さんのこれまでのそのご経験とかいろんな反省とかを踏まえて、なんかこう辿っていくとどこにその問題の出発点があるんだと思われますか？非常に面白いテーマですね。ありがとうございます。後者と言いましたけれども、まさにその、まあ、人間自身が作り上げた制度なので、人間というか生き物としての、こう、もっと言うと、このドーパミンの報酬系による、作られたもの、より強い刺激を求める。刺激というものは、まあ、例えば金融資本主義においては、数字が増えれば増えるほど、まあ、ドーパミンが出ると。で、もっと数字が膨らむような仕組みが生まれていって、まあ、金融商品なんかといったものもそうですよね。お金でお金を生む。といったものの仕組みも人間が考え出したものですけれども、よりその興奮を求めるという生物の、まあ、差がゆえに作り出されていったもの。ただ、まあ、なぜそこでまあ、この出家に至る経緯もそうだったんですけども、そこに対して自分がノーと感じたかというと、まあ、我々その猿だとか、動物よりは少しは賢いと言われる存在と言われてますので、本来であれば、そういったその自分のそのいわゆる欲望のままに進むということから、もう少し冷静に自分自身を見つめて、いわゆるその自傷行為じゃないですけども、みたいなことから少し離れられるはずの知能を持ってるはずなんですけども、あまりに今、それが、まあ、自由経済主義というのがまさにそうですが、自由というものを旗振りにして、いわばその道徳すらも無視して、何でもかんでもお金で解決できるような、そういった世界になっているのは、結果的に紛争ですとか戦争のもとにもなっているもとかもしれませんし、もう少し冷静に人間なれるんじゃないかなっていうのが、私なりに小さい存在ながら感じたことですね。でも、そのなんか問題って、さっき、その金融資本主義っていう話が出たと思うんですが、今おっしゃったそのドーパミン的な快楽をだん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 と、こう、拡大再生産していくような生き方とか、仕事の仕方。わかりやすく企業とか投資だと、まあその問題すごくわかりやすいと思うんですよ。ただ、ほとんど同じ問題は、もうあらゆる領域で起きてるんではないかと思っていて、まあスポーツみたいな領域もそうだと思いますし、僕がいた研究の領域とかも、実はほとんど構造的には同じだと思っていて、お金という単位が使われていようが使われていなかろうが、何かその成功とか競争の尺度さえ作り出してしまえば、全く同じようなその構造っていうのが作り出せてしまうんだと思うんですよね。おっしゃる通りだと思います。なので、多分そのお金がどうこうということよりは、むしろその人との間に勝ち負けをつけたりとか、評価を行ったりとか、競争を可能にしてしまうような評価軸とかゲームのルールとか枠組み自体を作ってしまうと、常に起きる問題なのかなっていう気はしてるんですよね。おっしゃる通りで、まさに今、ソーシャルのいいね数、フォロワー数がその代替になりつつありますよね。まあ、そうなんですよね。で、なので、その問題は多分、社会全体としては、ますます根深くなっていて、
これまでだとおそらく一部のキャリア競争みたいなところに比較的こうギリギリ抑えられていた問題が今多分もう生活全体、人生全体、特にそのもう子供の頃から僕たちの生活全体をブワッと覆ってしまっているような形になってると思うんですよね。なのでこれになんかどういう手綱をかけられるのかとかストッパーとか中和剤みたいなものを作り出せるのかっていうのは実は結構一番大きな社会課題の一つなんじゃないかなっていう気はするんですよね。非常に同意できますし、たまたまですけど私の場合はその、まあ、仏教仏門という中でそういった会話を得ることができるというふうに考えてまして、もちろんそれ以外の宗教かもしれませんし、宗教以外のものでもそこに対する会話はいくらでも作れるとは思うんですけれども、まあ、かなりですね、まあ、単純に言うとその、エゴを発露することが、まあ、自由になりすぎている世の中といいますか、なんか、ゆえに、まあ、例えば、いいね数もそうですし、お金もそうだし、名声もそうですし、いろいろなものに対して、まあ、もっともっとっていうのが当たり前になりすぎていて、もう少し、何でしょう、昔で言うと、日本の場合、礼節だとか、そういったものを大事にされていた時代があったと思うんですけども、今は比較的にその自由に権利を発することがむしろ正しい、権利を言わないと何かまあ負けのようなそんな概念が強くなっているがゆえに、まあソーシャル上でもリアルの世界でも、ぶつかり合いみたいなものが増えてしまっている可能性はないかなというふうに感じております。先ほどその仏教の中にいや処方箋があると思われてるとおっしゃっていたじゃないですか、はい、ちょっとそこをもう少し伺いたいなと思って、どういうきっかけでその仏教の世界に足を踏み入れられて、そこでその どういう解決策というか別の世界観人生観みたいなものを得られたんでしょう。小野さん、僕も そこ聞きたいです。多分2段階に分けてかもしれませんね。その2022年の夏になぜ17ライブの CEO を急に辞めたのかと、その後なぜ出家したのかっていう、その2段階をちょっと確かにつぶさに聞きたい気はします。承知いたしました。まず順番を話させていただくと、その2022年の8月の末で17ライブの代表を降りさせていただいてるんですけども、この時点では、特度出家といったものは1ミリも想像外にしてなかったです。全く頭に入っておりませんでした。その後、たまたま縁があって、インドに行くことになり、そこで、たまたま笹井秀麗、なる人に出会い、そこで、去年の10月、まあ、2ヶ月後ですね、会社を見て、まあ、1ヶ月後ですね、たまたま出家に立ったという流れでして、まず一つ目のその会社を辞めるという決断をしたのは、その投資をやっていた2008年からずっとやはり感じていた疑問というか、違和感、自分としての違和感、この数字で、まあお金という数字で数字を膨らまし続けるという、この、まあゲームのようなものっていうのが、果たして本当にその、まあ人類の幸せのためにどこまで役に立つんだろうかっていうことに対する違和感。それにおいて、まあ不幸せを作ってしまってるっていうのもすごく感じる。まあ、比較、数字という非常にまあ残酷な一つの物差しで、全員が、世界中の人が比較できてしまうので、例えば100億作ってもイーロン・マスクから比べると、ゼロのような存在になるといった瞬間に、世の中的にそれを価値のある事業としてやってる人の、まあ、プライドロスとか、自己否定まで繋げてしまうようなケース、それで親友の経営者も自死に至ったようなケースも見ておりますけれども、そういったことも含めて、果たしてこれは何なんだろうというのに疑問はありました。で、ちょうど2022年の8月のタイミングで自分自身の、まあ、非常に力の弱い人間でしたので、そこに対する自分でのバランスも、これはこの先正しくできないなということを感じて、まあ、当時、いろいろとその当時の経営陣ですとか株主ですとかと話をして、まあ、辞めさせていただいたというのが当時でした。一つだけちょっと補足して聞きたいです。はい、そのお金を稼ぎ続けることが幸せになることにつながらないんじゃないかみたいなあったじゃないですか。はい、まあ、僕ぐらいのまだレベルだと、なんかそのお金まだ欲しいな、ずっとまだ思っちゃうんですよね。もうあと2、300万あったらこうできるとか、もう2000万あったらこうできるとか、いろいろまだ全然お金欲しいなと思っちゃうんですけど、どうしてそのそれが幸せにつながらないと思ったんですか、そこは。これは自分自身もそう感じて、あと周りでもそう感じてるという話ですが、いや、もうちょっとあった方がいい。もうちょっとあった方がいい。で、これって永遠に尽きない。
ものになる可能性がある。もちろんそこで自分でもうこれで終わりっていうことをすると、することはできると思うんですけれども、どうしてもその数字っていうのはもう永遠に無限大に膨らんでいく物差しの上で測られてしまうので、かつそれがその、まあ、今の資本主義と言われる世の中の中においては、まあ、その方の頑張りですとか、その方の努力の結果として測られるとなった時には、やはりもっと、すごいと言われて、言われる自分でやりたい。じゃあそのためには数字で表すしかない。みたいな形で、個人の資産だったり、自分が関わってる会社の売り上げだったりっていうのは、やはりもっともっとってなる、これは差がなんじゃないかなというふうに思います。それが、まあ、終わらないという意味では苦しみですし、まあ、自分の場合は弱い人間だったのでそうなんですが、その、まあ、強い野心ですとかを持ってば持つほど、それが劣等感にもなり得る。つまりそこに到達しないときの、と、今の自分とのギャップというものが、自信を失わせることになる。まあ、これは周囲でも実際にあり、自分でも感じたことですが、これが、精神的に見ると、人を不幸にしかねない。そこの欲に終わりがないから、無限の地獄、底沼に入りそう。だから、いつまで経ってもその、頑張んなきゃいけないという抜け出せないっていうのと、あと、そのための向上心を持ち続けようとすると、それは裏返しで、達成できなかったための劣等感にもなると。いえいえ。から、危険なゲームであるということです。ごめんなさい、ちょっと遮っちゃって。そうですね。特にその、まあ、世の中全般というのは言い過ぎかもしれませんけれども、やはりその数字の、まあ、貨幣の量、まあ、売上だとか資産の量っていうものが非常に強い物差しに今の現代にはなっていると思うんですよね。まあ、ほとんどの国が資本主義を進歩しているわけですけれども、そうするとその人間の価値までそのお金で測られうるというようなことの中にいると、やはりその数字を持っている方がやっぱ強いだとか、偉いだとか、すごいとか言われうるじゃないですか。そうすると、その数字がまだ持ててない。もっと持ちたいけど、まだそこに到達してないっていうのは、常に、比較にもなりますし、比較をすると、人はやはり苦しむためにもなるわけですよね。これが、まあ、自分自身が当時、その、まあ、離れたいと。そこから、まあ、身を引かないと、自分自身が持たないと思って、会社を辞めた背景ですね。でも仮に、ちょっと別の世界を想像してみて、その物差しに、上限があるような世界が作れたとするじゃないですか。はい。まあ、例えばお金でもいいんですが、まあ、今の、暗号通貨とか仮想通貨みたいなものをデザインするような発想でお金をゼロベースでデザインし直したとしたら、はい。まあ、例えば資産でも収入でも、ある一定以上には絶対いけないとか、はい。で、そのベーシックインカム、ベーシックアセット的な形で、これ以上貧しくなることは絶対ならないみたいな、貨幣システムをこう作り直すこともできますよね。はい。で、仮にそういう形で、これ以上はいけないみたいなところが、はっきりと作り出されてしまって、しかもそれが結構低いと。なので、ちょっとうまくいった企業家たちとか、みんなそこで上がってしまって、いわばその尺度で言うと、なんか、その天井に当たってしまって、それ以上こう増やそうがないみたいな社会が仮に作れたとしたら、はい、今おっしゃってた問題って解決されると思われますか？それとも人間は何か別の尺度を持ち出してきて、また終わりない、はい、あの、劣等感と優越感のゲームを始めるだけなんですかね。はい。後者になると思いますね。あの、先ほどそのソーシャルの、まあ、いいね数みたいなものっていうふうに申し上げましたけれども、まあ、今のまあ、若い者全般とは言えないですけども、若い人、お金に興味がない人、まあ、所有欲もない人っていらっしゃいますけれども、やはりフォロワー数はすごく気になるっていうようなことっていて、まさにそこでも比較での苦しみだとか、もっともっとという、まあ、仏教用語的に言うと煩悩じゃないですけれども、そこで苦しむっていうのは、もうすでに生まれてると思いますし、これはその、もう貨幣だとか、まあ、名声だとか、だけではなくて、まあ、その、あらゆるその、まあ、人間で、特に自我を持ってしまうものなので、我がある限りにおいては続きうるゲームじゃないかなと思います。熊さんはお金に飽きたら何のゲームに行きたいですか？俺はね、だちょっと承認欲求に近いかもしれないですけど、だからバラエティ作ってる人間なんですよね。だから作ったものが受けるとか、まあその受けるの中にやっぱりこう話題になるとか、バズるとかっていうのは、すげえ嬉しいから、なんだろうな、金を稼ぐのと海の前にある一軒家に住むっていうのも夢ですけど、やっぱ作ったものが爆笑されるとか、あるいはすごい良かったって言われるとか、エモかったって言われるとか、そういうのが好き、俺は。だけど、もう一回言ったけど、金も好き。金も
大好きで、俺はまだその、小野さんとか、成田さんもほら金すぐあんまり公開したいからだけど、ポンと寄付したりさ、なんか謎なとこにさ、エンジェル投資したりするけど、俺やっぱそれ信じらんなくて、やっぱもうちょっと自分で使いたいっていう欲望も、あるよなぁ。あれ成田さん答えになってる？でもまあ、熊さんがお金に飽きる日は来なさそうなんで大丈夫じゃないですか。でも、すごい面白いです。その、いや、昔から、それこそ仏教の言葉かな。我ただたるを知るっていう言葉があるじゃないですか。我ただたるを知るっていう言葉って、とても大事だなと思うんですよ。で、ちょっと僕なんかの感覚すると、いや、その、ただたるを知ることってそんな難しいことなのって思うっていうか、まあ別に目指せる限り目指すけど、まあ無理だなと思ったら、普通無理だと思うんじゃねえかと思うんですよ。それが庶民だと思うんですよね、やっぱ。だけど、なんで一部の経営者の人たちは、我ただたるを知るってことがそんな難しいかのように言うことがちょっと逆に不思議で、いや別にこう、年収300万だったら300万でやるわとか、1500万だったら1500万でやるわとか、まあ、目指しつつ、たるとこも知るみたいな、なんかそれが、結構大多数な気が僕はしちゃったんですよね。ただ、一部資本主義とか、何かのゲームに巻き込まれると、なんか結構普通にできてる丸越で買ってる我々の生活ができなくなるんだとしたら、それ危険だから知っときたいなとか思うんですけど、それ何なんですかね？特にその、向上心が強かったり、これはないと思って一回経営者辞めた後に、なぜ仏教、しかもインド仏教ですよね。その数字に対するアンチテーゼになったのか。国会なのかな、議員さんなのかが、なんか GDP に代わる新しい指標を作ろうとしてるとような話を聞いたんですよ。外的評価と内的評価っていう概念をすごい言ってて、やっぱりその SNS のいいねとかお金による評価とかってもう一方であると。ただこれは逃れられないと。外的評価に頼らず内的評価作るってすごい難しいと思うんですけど、これができたらなんか新しい基軸作れるんじゃないかとちょっと思ったんですけど、それが今ウェルビーイングみたいなことっていうのを進めようとしている人たちがやろうとしていることっていう感じですよね。